はい、はい、サボテン、はい、サボテン、はい。僕も冒険したくなった、心躍る冒険だった、実に様々な出会いがあった。草むしくん、タコむしくん、僕に笑顔で答えてくれた、世界を救った気がした、気がしただけで十分。あら、素敵じゃない。素敵じゃない、サボテンくん。ねえ、ところで、前回さ、静かなる海域ってやつもクリアした気がしたんだけど、日記がないんだよね。ないってことある？ないってことある？サボテンくん。サボテンくん。消えた？いや、ないんだよ、きっとこれは。きっとこれはないんだよな。そうだそうだ。じゃあ早速今度はね、ジャングル行って妖精たちのイベントやってこよう。さて、イベントちゃんと残ってるかな。ドキ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 。あれあれ、あ、イベントが消えてる。え、マジ？マジ？そんなのってあり？え、何？ちょっと待って、咳出る。いや音楽の違いにびっくりして。てか敵じゃないのかお前。人間がこんなところまで何をしに来たんだ。無用のものは達され。話を聞きに来た。先ほどここへ来た者もアーウィン様のことについて聞いていった。アーウィン様は我らの王だ。10年ほど前より妖精界で傷を癒されていた。彼は悪魔の血を引き、妖精でもなく人間でもなく、そして絶対の力を持っておられる。彼こそは領界を共に滑る真の王となるだろう。言えることはそれだけだ。達され、さもなくば裁く。マジ？全ての人間に先駆けお前を裁く。やだ、裁かないでよ。強いの？あぶす。くっ、魔法都市で装備を一式整えてきた私に、資格はないあぶす。助けて。うわくそ、強いじゃないか。小さい図体の割になかなかやるじゃないか。かわいい顔してこの画面の端っこに私をはめようってか。いいぞ。何笑とんねん。なんかあんまりさっき私の得意技のスターダストスローが聞いてなかった気がするけど、気のせいかしら。よいしょいしょい。あ、でもいけるな。殴れ。どんどん殴っていこうね。いや。どんどん殴っていこうね。ひどい、こんな可愛い体型な生物をこんなにめった刺しっていうか、絵のところで殴ってる感あるけど。するなんて。ひどいわ。鬼、悪魔。妖精たちの中には人間に反感を持つ者がたくさんいます。はあ。どうしましょう、ロシオッティ様。さっきのも妖精なのか。寝てるよ、さっきからずっと。寝てんの？何寝とんねん。まあ、なるようになるでしょう。へえ。そんなんでいいの？え、そんなんでいいの？そんなんでいいの？なんか、あれ？イベント何か抜けたのでは？いいのかな？今ので。普通に、まあいいや。まあいいや。この前出てきたあの人も、そのうちまた出てくるでしょ。そしたら、話聞こう。お、どうも、久しぶり。仲間を探してるんだ。頑張れよ。ああ、
そんな落ち込むなんて一緒行くから。それは助かるけど俺たちに関わると。行こうよ。助かるよ。あれ、なんか前よりちょっと素直になってない？前よりちょっと素直じゃない？ルリ君、ってどこに探しに行くの？なんかどこら辺にいそうとかいうその場所は？ちょっとルリ君待ってて。ちょっとルリ君、またドミナの街で待ってて。ごめんね。ごめんね。何今の？キラーン。ちょっとサボテン君の一言聞くの忘れてたわ。これが聞かなきゃ始まらねえ。わー。聞かせて。妖精の森は楽しい？そこそこ。あれ？なんだ今の？バグ？なんか今チラッとなんか見えた。バグか？バグか？変わったことある？はあ。なんか今マップ上に人が見えたぞ。なんだなんだ？てかこっち行ったのかな？あれ？でもこっちも見たーい。こっちも変わりないか見たーい。見たいよねー。なんか変わりある？風が気持ちいいわ。確かにね。確かにね。てかこれルリ君連れてくる必要もあんまないのかな。なんかイベントってわけでもなさそう。イベントのタイトルも出ないし、どこか特定なところに行ったらルイ君のイベントまた始まるのかな。おーい、さっきなんか見えたぞ。誰かいるんじゃないのかなあ。あれあれれー。あ、エスカデって男知ってる？長い間行方知れずだったけど、マチルダの幼馴染なの。今この中へ入っていったわ。他の人は通すなって言われてんだけど、構いやしないわ。いいの？入って。じゃあ入るー。カパ。入るー。わあ、二つの炎。あ、絶対ルリ君別に関係ないわ、これ。まあいいや、一緒に戦ってね。どうしたの？どうしたの？マチルダ。俺が奈落に落ちた日から10年しか経ってないはず。10年しかって。そのたった10年でなぜお前はそんなに年老いたんだ。エスカで生きていたのですね。本当におばあちゃんだ。大切な友達を2人同時に失ったあの時からまだ10年しか経っていないのですね。あなたと、そしてアーウィンのことか。悪魔を気遣うのをやめろ。奴は己の野望のため君から精霊力を奪ったんだ。君が10年でそんなにも老いたのも悪魔のせいじゃないのか。10年前にこの人ぐらいの年だったってことは結構すぐに年老いたってことだね。アーウィンを責めないで。私は少しも不幸になんかなっていません。ピーポーピーポー。誰だ？てんてんてん。突撃とは恐れ入るな。事情は飲み込めたかい？めっちゃ飲み込んだわ。そいつは良かったな。だったらもうさっさと帰れ。そんな、あなたももういいでしょ。帰ってちょうだい。俺は奈落で試験人の一人オールボンから剣を学んだ。悪魔を倒すのは剣人の意志だ。エスカで私二人が生きていると知ってとても嬉しいの。それだけでいいじゃない。あら、忠告しておく。油断するな。これ妖精のイベントの続きかな？もしかして。あの人が森にいた人だもんね。多分。10年間何もなかったのにどうして今になって。アーウィンのこと聞く？聞くー。アーウィンとエスカデ、私とマチルダ、4人は幼馴染だったわ。マチルダは司祭の家に、エスカデは騎士の家に生まれて、両家は王家を支える両輪だったわ。私の家は代々僧兵。この寺院を体を張って守ってきたの。アーウィンは悪魔の血を引いていたの。生まれや育ちについてはよくわからない。でもこの世界、悪魔だとか妖精だとかそんなことにこだわる人なんていないわ。そうだよね。ポットの生き物だっているもんね。マチルダだって、エスカデともアーウィンとも同じように接したの。エスカデはそれに嫉妬したの。
アーウィンを鉱山に追い込んで奈落へ突き落とそうとしたの。あら、結果的にエスカデが奈落に落ちてしまったけど、エスカデはアーウィンが災いを起こすなんて言って回ってるけど、種をまいたのは彼よ。なるほどね、なるほどね。じゃあこのイベントはなんだろうな、どうしたらいいんだろうな。誰かを倒してってわけでもなさそうだな。あれあれあれ、なんだあれ、なんだ今のグフ、どうしたどうした、あれ、あ、大丈夫、我らが王のために、ああ、どっか行っちゃった。どこ行ったと思う。油断した、あいつは修道女じゃない、偽物だ。ああ行っちゃったよ。話が飲み込めない。正直この4人、マチルダとかエスカデとか言われてもどんな人だったっけなーってさっきからマチルダ様がさらわれた、出口を固めて。はあはあ、私何すればいい、私何すればいい、おろ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 。へえ、こっちの人たちは、余裕かよ。ただこの音楽は戦うのでは。出口、アーウィンの手のものだな。一体どうするつもりだ。俺はアーウィン様のおぼしめす通りにことをお運びするだけさ。ケケケ、これ男か。ああ行っちゃった。この聖域からそんな魔法で抜けられるものですか。必ず見つけ出してみせる。ポツン。なんだって、何をどうすればいいんだ。あのおばあちゃんを取り返せばいいのか。とりあえずそうだな。おばあちゃんいないいない。あ、こっちでよかったんだ。なんだ、私ったら妙に勘ぐっちゃって、普通にワールドマップの外に出て探し回ってた。どこにもいない。でも聖域の中と外を魔物が自在に行き来はできないはず。もう一つ、古い時代に高僧が瞑想のために使った部屋があるけど、そこは封印されてるの。とりあえず通れるように手配はしておいたけど。どこ？あなた私と一緒に行きませんか。封印の案内だ。一緒行こう、一緒行こうじゃあ一緒行こうよ。見失った。くまなく探したつもりだが、ここは広すぎる。どこかに潜んでやり過ごす気でいるのかもしれんな。ああ、もしかしたらそこに隠れてるのかしら。封印するはどうやって開けるんだ。ユージには開けてもらえるよう手配はできてるわ。ここの警備も万全とは限らん。すでに抜け出したかもしれんが、もう少し探してみる。ああ、封印の部屋まで案内してもいいけど、どうする？案内してもらう。分かったわ。封印の部屋の前の階段のとこまでね。いやー、普通に歩いていくとか無理。ここ？ここ？普通になんか普通の部屋っぽそうだけど。ケケケ。誘い出されたとも知らずにのこのこ現れたな。誘い出したですって？ふざけてられるのも今のうちだけよ。マチルダ様、ご無事ですか？こちらへ。そんな簡単にそうだ、マチルダを傷つけるわけにはいかん。連れて出るがいい。アトラクションはそれからだ。わーい、楽しいアトラクションだ。ケイケ、マチルダをアーウィン様の元へ連れて行くのはお前たちを始末してからだ。せいぜい楽しもうじゃないか。ケイケ、そのアーウィンは何、おばあちゃんになってもマチルダのこと好きだよってそういうこと、好きだよってそういうことなの。わー、これがあいつ、このタイプのやつね。あー、ちょこのタイプのやつ攻撃しづらいのよね。ちょっと待って、はめないではあ、怖い。うわー、えげつない。なんかそれ何、やめて
下で舐めるやめろ。ポケモンかお前は。お前はポケモンか。なんか出てきた。なんだこれ。なんか変なの出てきた。しかもめっちゃ体力ある。あー、たた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 、痛いし痛いし。でもね、装備を一新した私にあれはないあれはないぞ。ちょ、あ、いいぞ。あ、ここ当たってんのか。ヒステリックラン、わー、やりますね。あ、戻ってきた。画面の外側から戻ってきた。この画面って繋がってるんか。あ、ちょっと待って。なんか雑魚がちょっとうざいな。仲間呼ぶとか、ポケモンか？やっぱお前。やっぱお前ポケモンだろ。やっぱりお前らポケモンだな。あ、ちょっとやばいかも。あ、やめてください。起き上がれ。痛い。寝た。寝るだけか、しかも。いやー、ガチャ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 、やめろー。あ、でも、あー、危ねー。なんだ、寝るだけか。寝るだけならまだ。あー、でもちょっと体力回復する？はー、バーン。痛そうだよ。わー、もうこっちか。いや、でももうちょっとだから頑張ろう。名前忘れたけど。この子はね、3文字だった気がするんよ。3文字だよね、君。なんだっけ。ちょ、もう、その、高速移動も使う。あー、影分身も使うし。あー、もう、ポケモン。いて。あー、大丈夫かな。頑張れ。あ、でも、とどめ渡させたい。とどめさせたかったな。とどめさせたかった。カーンカーン。まあいいけど。ああ、どうした。で？あ、戻ってきた。エスカで？聞いて。マチルダ、私が言うわ。あなたは静かにしてて。お願い。いえ、私が言うわ。ねえ、エスカで。私、司祭になんてなりたくなかった。自由でいたかったの。アーウィンは私を規律ずくめの生活から解放したかっただけなの。はあ。いつまでも悪魔に心を奪われているんじゃない。目を覚ませ。やきもち。アーウィンが君から奪った力をどんな風に使うのか想像したことがあるのか。もういい、出て行って。マチルダも少し眠らないと。自分の体のことを少しは分かってちょうだい。はあ。君は昔から俺の話には耳を貸さなかった。だけど悪魔に力を与えるわけにはいかない。好きなん。マチルダのこと好きなん。静寂だけが私を愛してくれる。バカなこと言わないで。死ぬん。うわ、銀だ。へえ。マチルダ。マチルダ。そんな死んじゃうん。この4人のイベントっていうのもあるんだな。サンドラに、その、石を奪われるっていう一連のイベントと、この4人のイベントは、関係してる？してるかな？してないかな？どっちかっていうと、してない気がしないでもないでもない。しないでもないでもない。で、さっきちょっと見たけど、エスカデがこれで、あ、ダナエだね。ダナエちゃんがこれで、で、ちょっと開きまして、マチルダがこれ。マチルダがもともと10年前はこんな感じだったんだな。10年でおばあちゃんになっちゃったんだな。司祭になるべくって、司祭になるべくガタのハロー家に生まれた。その司祭の勉強とかが嫌で、悪魔に心がね、心を奪われちゃったのね。で、アーウィンがない。アーウィンがない。誰かわかんない。あれ、何かイベント抜かしてイベントやってんのかな、私が。
わからん。まあいいや、とりあえず今日はサボテンくんの話聞いてね。寝よ。え、寝んの？はい、赤い絨毯。そうだったね。確かにそうだったけど、なんでそこに着目したんだろう。気になるわ。なんでそこに着目したか気になるわ。あ、待ってよ。最後に、前半にやったイベントの日記も読みたいな。なんだっけ？妖精のやつ。あれ？なくない？まさか、バグ。これだっけ？違うよね。はあ、なんか妖精のイベントない気がする。あれ？まさかバグでこれからずっと日記が書かれないというバグ。あ、違うわ。うごめく森だわ。びっくりした。妖精さんの森に行ったらしい。なんだか厄介なことが始まりそうな嫌な感じ。いやん。かわいいかよ。じゃあ次回もやっていきましょう。お疲れ様でした。